福岡県北九州市にある漢方薬局亀屋薬局の薬剤師の古賀がお送りしております。このチャンネルでは中医薬や漢方薬の基本を理解して楽しく人生を過ごすためのヒントを考えていきたいと思います。前回はですね、おけつですね、これについて血の流れが悪くなるとどうなるのかということでね、お話をしてたんですけども、その、原因ですね、原因になるような状態というのが、血をって言いましたけども、このいろんなタイプの血をがありまして、その原因があって、そしておけつに行って、そして、いわゆるこう病気みたいな形で進行していくんですけども、その原因について約6つほどありますので、その辺について簡単にご紹介していきたいと思います。このおけつなんですけど、前回もお話ししましたけども、一番分かりやすい症状としては痛みですね。中医学には、通っていれば痛まないんですけども、要するにこう流れない、これはやっぱり痛みになるということで、例えばドロドロの血液が流れが悪くなると、やっぱり酸素栄養いかなくなって痛みが出るということで、様々な部分にね、その人の体質によっていろんな症状が出ていくんですけども、例えばこの疼痛ですと鋭い痛みとか質ですね。で、例えばこれが、前回ね、動画の方で、気体のところでね、お話ししましたけども、こういう気体ですね、この場合はこう張ったような痛みだったり、そしておけつが刺痛って言ってね、刺すような痛みだったり、ちょっと強い痛みですね、だったり、あとはこの痰湿っていうのをね、また次回では話そうかと思いますけども、この湿ですね、体にいらない水が溜まった時の痛みとしては、これがですね、重い痛みですね。そういうふうに痛みの種類によってまたこう分かれていくんですけども、今回のおけつっていうのは、例えば生理痛が強い痛みだったりとかね、あと頭痛が強い痛みだったりとか、あとは例えば更年期障害とか PMS とかね、あとはこう痺れるような感じだったりとか、あと顔色が悪くなったり、あと肩こりとかね、背中の痛みだったり、あと美容で言えばシミとかね、あとシワとかくすみ、あと乾燥肌、こういったのも全部血の流れが悪くてね、起こってくるので、ある意味おけつのような状態だったりするんですけども、今回はその原因となる、その体質ですね、その体質によって漢方薬を変えていったり、あと養生法を変えていったりする必要がありますので、その辺をね、ちょっと簡単にお話ししたいと思いますので、今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。じゃあそれではね、このおけつの6つの原因、これについてお話ししていきたいんですけども、その前にこのおけつですね、これが何なのかっていうのを、簡単におさらいしたいと思うんですけども、先ほども言った通りですね、この血が巡らずに滞っている状態ですね、そういったのを、おけつと呼ぶわけ、血をとも言いますけども、おけつっていうふうに言います。で、おけつのこのおの字なんですけども、これは停滞を表すような字なんですよね。で、栄養、酸素、こういったのを含む血液の流れが停滞することで、いろんな症状が起きてくる。先ほど言ったような痛みだったりね、そういったところですね、他にもいろんな各臓器に、影響を与えていきます。やはり血の流れが悪いっていうのは、やっぱ健康状態を一番悪くする原因の一つなんですよね。で、これがいろんな原因で起こりうるっていうことなんですね。で、最終的にはおけつになっていって、病気になっていくってところなので、当然その、血の流れを改善するにしても、その人の体質に沿った養生法とか漢方薬っていうのを使っていく必要があります。で、今回この6つの原因をね、まず簡単に紹介していきたいと思うんですけども、一つはですね、血熱血をっていうのがあります。こういうふうにちょっと4文字で表していきますけども、この血熱血をっていうのはですね、そのいわゆるこう邪の中でも、こう火邪、熱、炎症とか、そういったものなんですけども、この実熱っていうね、実際のこの炎症とかが原因で、血液が、煮詰まりっていう表現がね、分かるかどうかってところなんですけども、実際にこの血液が熱を持つような状態ですね、これで血液が悪くなる状態ですね。で、例えば皮膚病とかで、炎症が起きているような状態ですね、そういうのも、血熱っていうふうに言います。そして2番目はですね、肝行血をですね、この寒いっていう字、そして、固まっているのこの行っていう字ですね、これが入ってますけども、実際にこう文字だけでもね、なんとなくわかると思うんですが、いわゆる、この患者っていうね、寒さですね、冷え
そういったものですね、そういったものがこの経絡を塞ぐっていう状態ですね、そういう形で血の流れが悪くなるんですね、冷え性で血流が悪くなるような、そういうようなタイプになっていきます。そして次が気滞血を、ですね、この気滞の状態で血の流れが悪くなってくるんですね、こういう気滞血をの方は、主にその五臓の中でいうとこの、肝ですね、このストレスだとかそういったところでこの肝の気の巡りが悪くなる、これを疎泄作用というんですけども、こう気を分配していくんですけども、その分配がうまくいかずにですね、その低下でこの気ですね、エネルギーが滞る、ね、そしておけつになっていくというような感じですね、最初にも言いましたけども、こう張ったような痛みが、出てきたりします。あとは血虚血をですね、おけつって言って血の流れが悪いってなるとですね、いわゆる高血圧とか糖尿病とかね、そういったこう血のドロドロのイメージがありますけども、当然血の流れが悪いということですから、物理的に血液が少ない方、こういう血虚の状態の方でもこのおけつ、血の流れの悪さっていうのはやはり起こっていきます。ですので、こういう、川は流れているのに、支流の隅々まで酸素栄養を運ぶ血球ですね、血液がないということで、こういう方はですね、こう胃腸が弱い方が多かったりもしますけども、こういう、血虚血をというのがあります。でそして次、気虚血をですね、今度は気が少ない方ですね、気っていうのは、5つ、作用がありましたけども、その中でもこう押し出す力、水道作用っていうのがありますけども、押し出す力が少なくてもね、やはりこれはおけつですね、血をの状態なりおけつになっていくっていうことで、これは心機、心臓のエネルギーとかね、そういったことになりますけど、心機不足、あと排気不足ですね、こういう巡らせる、気を巡らせる力っていうのが少なくて起こってくることがあります。であとはですね、6つ目っていうのは外傷ですね、怪我をする、こういう例えばぶつけたりとか、あと手術とかですね、そういう事故、そういったのでもおけつっていうのが起こっていきます。例えば血腫とかね、そういったのも一つのおけつの状態です。出血とかそういったのもおけつの状態、出血っていうのは秘境ですね、この胃腸系が弱いので、そういったので血をですね、統括する部分というのが悪くなって血が漏れ出すということもありますけども、このおけつでも出血というのがあります。そういうふうに外傷とか出血、そういったものでもおけつが起こるということなんですね。でこのおけつが起こって、そして病気になっていくというところですから、今言った6つに対してどういう養生とか漢方薬を使っていくかということが一つの治すやり方になっていくので、一つこう血がドロドロだとか、血の流れが悪いって言っても、こう一つの処方だけで解決するっていうわけではないということなんですね。状態が軽ければそれでもこう楽になるとは思うんですけども、そこそこの、その原因についてやっぱりやっていかないといけないと。例えば、この1番のですね、最初に言いました、血熱ですね、これが原因で起こっているのであれば、こう書きますけども、涼血、そして滑血ですね、おけつを治していくということは、その滑血、こう血に勢いをまた持たせてあげて流していくということ、これ滑血って言いますけども、涼血させながら滑血していくということなんですね。でそして2番目の肝行血をですね、これは寒さとか冷えとか、そういったことで起こってくるおけつですので、ここは温める、経絡を温めて寒さを散らすって、三寒って言いますけども、そういうふうな処方で改善していく、あるいは例えばそのぬくめていくってことですね、そのツボをぬくめるとか、冷えてる部分をぬくめるとか、そういう形で寒さを取っていくってことで血の流れを良くしていくってことですね。そして3番目の気滞血をですね、気が滞って、おけつが起こってくると、これはですね、どういうふうに解決するかっていうと、気が滞ってますので、漢方では力っていう状態を使っていきます。力のものを使って力滑血っていうことですね。でそして4番目の、血虚血を、これも分かりやすいですね、血が足りないという状態で、おけつが起こってきてますので、これは補血をしてあげる、血を補ってあげるということですね、補血で、そして滑血していくですね、そういうふうなやり方になります。じゃあこの気虚はってなってくると、気が足りないという状態で血の流れが悪くなりますので、液気ですね、気を増すということですね。
気を上げていきながら活血していく、まあ、この気を上げながら活血していくっていうのも、まあ、いろいろまたそこで種類があるのでね、まあ、なかなか一筋縄ではいかないんですけども、まあ、気を上げていくっていうね、そういうやり方。そして外傷についてですね、まあ、これは、まあ、止血ももちろんなんですけども、まあ、活血、こう血が固まるっていうこともありますんでね、まあ、手術というか傷でですね、まあ、そこで活血しながらそして止血をしていくんですね、まあ、そういった生薬ですね、例えば電子人参とかね、まあ、そういったものもあるんですけど、まあ、またこれはね、また今後またお話ししていければと思うんですけども、まあ、そこそこにね、まずそういう処方とか養生のやり方っていうのがあります。なので、まあ、自分が今どういう状態のその症状で、それがまあこの今言った6つのおけつの中でどこに当てはまるかっていうことを考えながら、こう養生法とか漢方薬を決めていくっていうことですね。でその中では、まあ、結局血流改善はやっていかないといけないということで、まあ、これを体質別に、ね、今言ったようにやっていくんですけども、そこで、ね、一つは補うということ、そして養っていくということ、そしてそれを流していくこと、まあ、これは生活習慣でいうと、例えば補うというとその食ですね、まあ、どんなものを食べていくかということですね。そして、養うというのはこの生活の中でどうやって養っていくかということですね。例えば睡眠ですね、まあ、これもすごく血を養うのにはすごく大事な部分ですので、ちゃんと寝れてるかということもやっぱり考えないといけないですね。でそして最後流すというのは、一番簡単の方法としてはやはり運動、動かす、動くってことですね、まあそういうことで血をしっかり流していくってことも大事ですので、まあ、これは漢方薬っていうのを、まあ、選ぶ前にですね、そういったのがちゃんとできるかっていうこともすごく大事なところになりますので、まあ、今回は6つですね、炎症反応がある、まあ、血熱とかね、寒さがある、肝凝血をとか、あとストレスでの気滞血をですね、そして血が足りない血虚血を、そして気虚血を、そして最後外傷という形で、まあ、血の流れが悪くなるような、まあ、体質とか状態で、これは1個とは限らないんですよね。いくつかがこう重なっていることもあります。血虚がある上に仕事の状態で気虚にもなって、気血両虚とかね、まあ、そういった組み合わせでなっている場合もあるので、まあ、どこから治していくかというのは、その方とこうカウンセリングしながらね、一個ずつやっていく、まあ、そういう形になっていきますので、その中でもね、先ほど言った、まあ治し方の中でいくつかこう処方がありますので、またそういう部分もね、お話ししていければいいかなと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。今回は、おけつのですね、この6つの原因、まあ、これについてお話ししてみました。またね、こういった形でこう私どうなんだろうという場合は、また個別に公式 LINE とかでね、ご相談していただければ、またお話の中で、状態がね、分かってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。それではまた。